ドロアの類人ザルモノスは、ベネズエラで発見された、未確認動物の一種。モノグランデドロアの類人ザル、ロイスのサルとも呼ばれる。発見時に射殺され、その死体を撮影した写真が現存していることで、有名。しばしば未確認動物として紹介されるが、基地の動物、例えばクモザルであろうとするのが、現在の主要な見解である。なお、モノオスは、 ベネズエラの公用語である、スペイン語で猿そのものを表す言葉であり、モノグランデとは、日本語に言い換えれば、巨大な猿となる。2011年8月16日に生存を示唆する VTR がフジテレビで放送された。1920年、スイス人地質学者、フランソワ・ドロワ率いる調査隊が、ベネズエラのジャングルへと向かい、タラ川付近の森で、 油田開発のための調査をしていたところ、2頭の奇妙な、大型の猿と遭遇。その大猿は大きく咆哮しながら威嚇し、器用に手で物を掴んでは調査隊に向け投げつけてきた。危険を感じたドロアたちは、銃で応戦し大きい方の1頭を射殺、やや小さいもう1頭は、森の奥へと逃げていった。射殺された大猿の性別はメスで、 身長は150センチメートル前後だったという。また、尻尾がないという特徴があった。ドロワは、死体の保存を提案したが、今後の調査活動の妨げになる恐れがあるため、断念。解体して、食料とされた。解体される前に死体を石油管の上に座らせ、顎の部分に支柱として、木の棒を立てた状態を撮影した写真が残されている。 なおドロアはこの大猿の頭蓋骨を証拠品として傾向したが、現地でのアクシデントで破損させてしまい破棄している。そして発見から9年後の1929年、前述の写真を見た知人の人類学者、ジョージ・モンタンドンが、新種のアメリカ類人猿と題して、アマランスロポイズ・ロイシーの学名を与えて発表した。ロアのアメリカエンジンの意味で、類人猿より、 むしろ人類に近い名称であるが、これは、モンタンドンが、この動物が、アメリカ原住民の先祖であると考えたためである。もちろんそれは誤りであるが、彼が、このような説を唱えた背景には、人種差別意識があったとされる。日本にもこの情報が伝えられ、当時の動物図鑑等の書籍で、新発見の類人猿として紹介されたこともある。 なお1954年にもエルモノグランデ峡国を訪れたイギリス人ハンターが2頭の奇妙なオザルと遭遇したと伝えられる。不意をつかれたところをオザルにつかみかかられ地面に倒されたが偶然手元に転がっていた岩で殴りつけ撃退したという2011年8月16日放送のフジテレビの番組内でお笑い芸人とスタッフが 生存の可能性を示唆する VTR 撮影に成功した。ドロワ並びに調査隊のメンバーは、遭遇したモノスについて、次のような目撃証言を残している。モノスの正体については、現在のところを大きく分けて3つの仮説が唱えられている。ドロワラの発見直後の行動がずさんであること。例えば、見たこともない動物だったにもかかわらず簡単な、 スケッチすら撮っておらず、兄に解体し食料にしている。ただし、一説によれば写真はたくさん撮影したものの、彼らの乗った船が川で転覆して失われたというが、真偽は不明。アメリカの動物学者、アイバン・サンダーソンは、モノスについて、クモザルの一種に過ぎないと発言している。なおサンダーソンは、オーパーツの名付け親として広く、名を知られる。 超常現象研究家でもあり、未確認動物に関して造形が深い彼が存在を否定した珍しい例である。ありがとうございます。